どうして紅葉は起きるの？こう聞かれて説明できますか？なぜ季節によって葉の色が変わるのでしょう？今回は紅葉の仕組みを解説します。最後に葉の色の変化を裏付ける実験も行いますよ。一般的に春から夏にかけて葉っぱは緑色。では、そもそもなぜ植物の葉は緑なのでしょう？それは光合成で吸収されない緑色の光だけを反射するからです。植物には光を吸収して光合成を行う葉緑体という器官があり、その中には葉緑素、クロロフィルという色素が含まれています。光合成でクロロフィルは光エネルギーを吸収して化学エネルギーに変換する役割を持っています。このクロロフィルは赤色の光と青色の光を吸収し、緑色の光は吸収しにくく反射します。そのため、光合成で使われずに反射された緑色が私たちの目に届き、植物の色として見えているのです。このクロロフィルが変化する。これが今からお話しする紅葉の仕組みの一つです。紅葉は植物の種類により赤く染まるものと黄色く染まるものがありますが、いずれにしても緑、黄、赤と変化していきます。寒くなると光合成活動は低下し、やがて停止していきます。同時にその過程で光合成に関わるクロロフィルが減っていきます。もともと多くの葉には緑色のクロロフィルとクロロフィルの光合成などをサポートする役割を持つカロテノイドが含まれています。光合成活動の低下により、クロロフィルが分解され、緑色の色素が薄くなることで、カロテノイドの黄色が目立つようになります。これが葉が黄色く見えるようになる際に起こっていることです。次に、黄色から赤色への変化は、クロロフィルが分解される一方で、赤い色素、アントシアニンが作られることによって起こります。アントシアニンは、赤や紫の花などにも含まれる色素であり、これが多くなると、葉は赤く色づいて見えます。アントシアニンができ始めるきっかけやその働きについては、まだ完全には分かっていませんが、主に紫外線を吸収する作用があることから、葉緑体の働きが弱まった時に強すぎる光を和らげ、守る役割があると考えられています。最後に、色づいた葉にはどんな色素が含まれているのか、家庭でもできる実験で見ていきましょう。使う植物は、大葉と赤キャベツ。用意するのはこちらです。方法は簡単です。コーヒーフィルターを長さ10センチに切り、下から2センチのところに鉛筆で横線を引き、抽出液を用紙にスポットします。抽出液は葉をよくすりつぶし、エタノールを加えて抽出しました。乾燥したらスポットするという操作を5回ほど繰り返します。この用紙を割り箸に挟みます。ビーカーの底から2センチほどに展開剤を入れ、コーヒーフィルターを入れます。10分展開すると展開剤が染み込み、各サンプル中の色素が分離します。最後にコーヒーフィルターをビーカーから取り出します。結果、大葉では緑と黄色の色素が多く分離され、一方で赤キャベツにはこれが認められませんでした。こちらは大葉の展開パターンを切り取って分離した各色素の名称を記したものです。青緑色のクロロフィル A、黄緑色のクロロフィル B が検出されたのがわかります。紅葉する前と後の葉でも実験してみたいですね。今回の実験方法については概要欄に記載しておきますので、ぜひご覧ください。ということで、今回の動画は以上です。この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。